皆さんこんばんは。パーソナリティの藤田咲です。今週も素敵なゲストの方が来てくださいました。こちらの方々です。皆さんこんばんは。素敵なゲストその1、中村えり子です。はい、皆さんこんばんは。素敵なゲストその2、原由美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、自ら素敵なゲストって言ったのは多分史上初だと思います。苦手だって書いちゃったけど、喋る方が好きってことですよね。そうなの。こうして会話をしていると、うん、いろんなことわーって喋ったりとか、思いついたこと全部言って、全部さきちゃんが聞いてくれるんだけど、あとは腹も聞いてくれたりするんだけど、はい、アンケートって一方通行じゃない？はい、そうですね。だからすごく孤独な作業になってしまって、確かにすごい怖いの。自分が書いた答えが果たして笑ってもらえるのかみたいな。こういうの苦手です、ちゃんと答えられてますかって書いてあった。逆にクエスチョンで書いてみた。いや、アンケートにね、クエスチョンマークを書くとあんまりね、いないと思いますよ。結構気になるアンケートいっぱいあったんです。ゆみちゃんはこれって自分だけのところに、はい、あ、そうですね。あ、何書いたかな。あの電話のこと。そうそう、家族と電話の時に。そうなんですよ。家族と毎日電話してて、やっぱり家族と電話で話すと、うん、やっぱりなんかテンション嬉しくって、テンションが上がっちゃって、なんか毎回変なことをしちゃうんです。絶対対して普通だと、もしもしって自分で出ればいいのに、もしもしみたいな感じで違うってなってる。そう、毎日それ毎日このキャラクターをやってて、キャラクターなんだ。おじいさんみたいなのを出してて、でお母さんとかもういい加減やんなってきてて、もう1年ぐらい続いてるから、だからもう早く由美に変わりなさいみたいな。由美が言ってた。由美呼ぶからな、由美やいみたいな。電話を取っからはーいみたいな。ここから通常の会話が始まるみたいなことを言いながら。やってみたくなってきた。毎日ね、電話してみたら、うんうん、いろんなキャラクターを掘り出してくれる。そうかもしんない。今回のゲストは、現在好評放送中のアイドルマスターに出演している中村えり子さんと原由美ちゃんのお二人です。ナムコプロというアイドル事務所があって、そこに所属する女の子たちがアイドルを目指して、一生懸命プロデューサーと、そしてファンの方とこういろんな絆を築き上げていったり、仲間同士で協力したりっていうような青春ストーリーかな。ーー、ね、うん、なるほど、はい、その中でえり子さんはどんなキャラクターを演じられたんですか？そうですね、ここにリボンを2つくっつけた天海遥香という女の子をやってるんですけど、はいはい、すごい ね天真爛漫で、素直で、頑張り屋さんで、可愛くて、常識もあるでもエネルギーがちょっと高ぶりすぎちゃうと、手先にこう転がっちゃったりとか。なるほど。っていう、すごい私にそっくりと言うと思いましたよ。でも誰もがそうじゃないだろ、エリコって思っちゃった。心の中で突っ込んでくれてありがとう。どうですか、ゆみちゃんは。はい、私は四条高音ちゃんというですね、はい、銀髪で、ウェーブヘアの女の子で、よくその、なんていうんですかね、1話からよく何か質問してもそれはトップシークレットですっていうような、なんかすごくミステリアスで王女様っぽい女の子、すごく魅力的な女の子を演じております。あんまり似てない。すごい似てない。似てる。本当ですか？めっちゃ食べるんですよ、その高音ちゃん。そこね、なるほど。でもそれは多分後付けされたものだと思うんですけど、ゆみちゃんが食べるから。はい、最初のキャラクター設定には、大食い設定はなかったんですけど、なんか途中から、私結構食べるのが好きでたくさん食べるから、なんか途中からそういう風な設定が加わったような気がしました。そうなんだ。ラーメン大好き。ラーメン大好き。そうなんですよ。印象的なシーンとかってありますか？あー、どこだろう。私5話の、みんなで海に行きましょうみたいなので、全員水着を着ていて、
いいなと思うシーンはやっぱり夜一緒に寝てて、うん、なんかもしみんながこう人気出て忙しくなったらこうやって来れないんだねみたいな話を夜布団に入りながらもう真っ暗な状態でしてる話がすごくジーンときましたね。そうかも。どっかそこがやっぱ一つの天気で、そこからあの実際にユニット活動が再こう始まる、うん、私大好きなセリフがあるんです。13話でちょっとトラブルが起きてみんなが大変だわーってテンパってた時にセットリストも作り変えなきゃいけなくて、この曲の後には何が来ますかプロデューサーって千早って女の子が聞きに行ったらパッて振り向いて私はアイドルだって叫ぶんですね。プロデューサープロデューサーもうね大爆笑したっていやいやいやあなたはプロデューサーそうなんだけど、アイドルメッセージの中に本当に私はアイドルっていう曲があるんですよ。私はアイドルだ、あ、ここで私はアイドルの曲出てきたんだ。なるほど。何によってこの曲名じゃなくてもいいんじゃない。すごいたくさん曲をね。すごい。でもわそれは多分皆さんブルーレイや DVD でもね見たくなるんではないかと。私見逃しちゃったっていう方がいたらそうですね、うん、今月末からリリースされますけれども、はい、今回は同梱されているものも豪華ですけれども、ゲームがあります。アイドルマスターというのゲームから始まったんですが、はい、そのですねアイドルマスター2という作品が PS3 版で出ることになりまして、はい、素晴らしい。それがイエーイ同梱パックになってございます。はい、1巻では1話とそして2話かな、1話2話アニメの、はい、はい、入っていますけれども、ここ見てほしいなっていうところってあったりしますか。私コメンタリーを見てほしい。あ、なるほど。ダジャレが炸裂する2話をコメンタリーを見ていただきたい。すごい。ぜひぜひ皆さんご覧ください。それからですね、公式サイトの方で収録後という実写の次回予告と毎回されているということなんですけれども、はい、こちらはどんな風に収録なさってるんですか。そうですね、なんか2人ずつ、毎回2人ずつですね、2人ずつ組み合わせになって大体その、全部が全部そうじゃないんですけど、そのお話、次のお話の割とメインの人たちがその実写予告をするんですけれども、でもなんか本当にいつもよくラジオとかでお話ししてたりとか、よく本当にね、付き合いとしてもすごく長いので、なんかすごい普通に普段のお話をそのまま切り取って、あんまり予告っていうかあんまりネタバレしちゃいけないし、結構全然違う話もしつつみたいな楽しく、はい、収録してます。はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。実はですね、もう時間になってしまって、まだまだ話足りない感じですよね。来週も来てくださいますか。もちろんね。ありがとうございます。ということなので今回はここまで、はい、そして今回見てくださった皆さんに対して、プロデューサーの皆さんに対してぜひメッセージの方をいただきたいんですけれども、これから新たなアイドルマスターの展開が、どん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 広がっていくと思いますので、ぜひぜひ活目してみてください。いろんな試練とかたくさんのストーリーがありますので、今後もぜひご覧ください。よろしくお願いします。エンディングの時間となってしまいました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。初登場なのに全然緊張とかないですね。この椅子腹筋が鍛わる。なんでですか。足浮かせてたんですか。若干ね、私足がこう今ついてない状態で。なるほど。そうなの。すごいここいいね。毎日座りたいね、この椅子。そんなことを考えながらリミッティング登りたい。